っと。うん。ごめんね。よし。あのレナの女の子は何かありそうだったわね。子供であろうと誰でも秘密は抱えているものは。とにかくあの子。子を探さなきゃ。誰かあの子のことを知っているかもしれないな。町にいる子供たちにも話を聞いてみよう。あの子の居場所は分からずじまいだな。うん、レナ人なのに精霊力が弱くて。それでさっきの子がダナなのに精霊術の真似をしようとしたのが気に。ねえアルフェン、私考えたんだけど。だからさ。いいんじゃない。あなた、うん、あのよし。周りと違うってすごく辛いよね。なぜ。私もそうだった。だからこそあのレナ人の女の子の気持ちがわかる私が頑張らなきゃ。私もあの子の気持ちはわかるけれど。ドク、うん、これで薬草園作りも順調に進むかしら。ああきっとな。そういえば少し不思議だったんだが、なのに薬草にこだわるのは何。そうだな、頼れる時は頼っても。確かにそうね。一番大切なのは知識だとわしは思っとる。機械は壊れるし薬は使えばなくなる。だが知識さえあれば。どうか、やっぱりあんたはすごいな。世辞を言っても何も出はせんぞ。できればもっと薬草の知識を深めたいと思って。なら俺たちが探してみよう。世界のどこかには誰か詳しい人がいるはず。そりゃ助かるな。無茶しないでくれよドク。薬草に詳しい人誰かいるかしら。薬草の本に詳しそうな人なら心当たりがあるな。ほらビスキントの宮殿に。師匠の作り屋さんだな。よく覚えてた。ね、名前。なんで睨むんだ。や
わかった。これで本は手に入ったな。ドクのところに戻ろう。やっぱり司書としてはすごい人なんだよね。独特ではあるけど。本を探してきたぞ。よかった。何かわからないことがあったら。そいつは心強い。そうかもな。まあそのおかげで毒の薬草園が成功して。それもそうね。あんたならもうわかってると思うが。ええ、とっくに諦めているわ。それもアルフェンらしさだものね。なんか照れるな。もういいから、預けたものをもらっていきましょう。ああ、持っていけ。またいつでも戻ってこいよ。あのご老人の軽眼ぶりには。ああ、俺もドクに会うたびにすごいなと思うよ。頼れる人なのは前から知っていたが、ああやって人々のために先を見据えて行動できるのは本当に立派だと思う。同感ね。でも人のために行動できるのはあなたも同じよ。胸を張っていいと思うわ。ありがとう、シオン。もしいつかドクが司書さんと会うことがあったら。確かに少々独特な人物だからな。もしかすると案外気が合うかもしれないぜ。うん、知識への情熱は似ているのだろうか。ともあれ、王と巫女の服が手元に戻ってきてよかったな。ええ、また着たい時にはいつでも着る。結構苦労したんだし、毎日着まくって苦労の元を取らねえとな。大事なのは着たい時に着たい服を着られる自由よ。着なきゃいけないなんて気持ちじゃ楽しめないわ。そうだな。何かのためじゃなく、着たいから着る、それがいいんだ。服のことで意見が合うなんて珍しいわね。あなたもおしゃれが分かってきたかしら。身近にいい先生がいたからな。うん、仲がおよろしいことで。旅の記憶に思い馳せれば、君は実に大勢の市井の人々を助けてきたな、アルフェン。英雄っていうか便利屋さん。そっちの方が俺らしい呼ばれ方かもな。王とか英雄じゃなく便利屋アルフェンか。いや、やっぱそりゃダッセーと思う。
こたびも刺激的な旅であった。蛇の目のやつら。放っておいていいの？私たちのことも認識していないみたいだし、大丈夫だと思いたいわね。いきなり後ろから襲ってきたりしねえだろうな。どうしてそういうこと言うかな。転移装置があるわね。奥まで一飛びできたら楽なのに。でも開かない扉があるんだね。仕方ないわ。他の道を探しましょう。壁が壊れて洞窟に繋がってるわ。ここから奥に行けそうだぜ。ちゃんとまた下病に戻れるのかしら。ちらほら破損箇所があるようだ。うまく繋がっていることを祈ろう。ここにもズーグルがいるのですね。外と同様、特に制御されている様子はないな。感じだ。ベイステルの奴らどうしてズーグルに襲われずに済んでるんだ。安全な道があるのかもしれないわね。さっき開けられなかった扉がそうなのかも。さあ行くぞ。囲まれそうだよ。
になりそうだ。私たちには無反応だ。まるで見えていないかのようだ。好きに悪いな。早く行こうぜ。本当に私たちは見えない。行けそうか。問題ないぞ。
セレスク味方強いキリスト突っ込んでくるぞ。それを止めるためにまとめて片付ける。はあ、成功。拡大兵器。はい、リアル。精霊力を。叩き込む。決めてくれたね。ああ、任せてくれ。この武具、興味深い構造だ。本当好きなんだね。凄まじい精霊力だった。さっさと片付けましょう。ポーズ、ウガンの力で真空投炎で立て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 下げろ。はい、次やっ交流連火だ。みんなやらせないよ。次を使うぞ。まぐなる。はぁ、おやじにする。じゃあ終わらないよ。ここのところ運がいいな。わっ、こいつは強そうだぞ。止められた。炎
ろうよ。まっごめん、たまにかけろ。任せてくれ。言われるまでもない。その背中頼もしいわね。やらせない。まとめて片付ける。成功。無茶しちゃダメだよ。心配をかけてすまない。リュウハイム後半ゼロジー。傷を負ったら頼りっぱなしになりそうだ。問題なさそうだ。我々には厳しすぎないか。何かしら。
も術を使うか。私の出番でしょ。そっちは私に任せて。しよう。いけー。我が術で貴様の瞬足を切り開く。はっ、炎症かい。痛いか。氷の槍を挑発しろ。クリーズラッサー。頼もしいな、リベル。最近、精霊術がうまく使えてる気がするんだ。勉強の成果かもな。下げろ、当たれ、終わりだ。光の火を、どう、いけ、リベル。精霊力を叩き込む。すさまじい精霊力だった。バッチリ叩き込んでたよ。どうかしら。どうだ。また行く。無茶するために治療したんじゃないわ。あ、分かってる。
やれるぞ。やるのですよ。あがくがいい。あがくがいい。逃がさない。今回も勝つことができたな。ありがとう、シオン。大げさよ。それを言うなら、私だって。すまない。声が小さくてよく聞こえないんだが。こちらこそありがとうって言ったの。いい武具が入ってたぜ。見た目はあまり好みじゃない。
外さないわ。任せたまえ。あがくがいい。光へ座らせ。これ以上の戦闘は危険よ。誰かいるぞ。な、炎の剣、なぜここに。今度は仮面をかぶってない蛇の目。じゃあ敵ってこと。ま、待ってくれ。戦うつもりはない。見逃してくれ。どういうことだ。なんで仮面をかぶっていない。ここはもともと我々が拠点にしていたんだ。それを奴らに乗っ取られた。奴ら、カルベイセルか。ああそうだ。いきなり現れて次々に仮面をかぶせて、もちろん迎え撃ったさ。だが奴らを率いる子供が強すぎて、ナザミル、仮面をかぶらされた仲間は別人みたいになって奴らに加わっちまった。ゾッとしたよ。俺はそうなる前に隙を見て逃げ出したんだ。別人、やはりあの仮面には何か精神に働きかける機能が。もう一つ、ズーグルがうろついてるのにカルベイセルはどうやって安全に移動しているの。ああ、専用の通路があるんだ。ただ、例の仮面をかぶってないと扉が開かない。やっぱりか。けどそれじゃ俺たちは使えないな。なあ、もういいだろ。ここまで来てまた捕まりたくない。ああ、行っていい。俺たちも行こう。ナザミルを探すんだ。ナザミルが短い時間でどうやって組織を作ったのかと思ってたけど、仮面の力で蛇の目を乗っ取っていたんだ。なんでこんな人を操るようなことを。泳いで渡れそうだ。ずぶ濡れは嫌だけど。
贅沢に出られないわね。体勢を立て直すか。助かせないよ。治癒には力が足りぬか。これで新しい料理が作れるか。それは楽しみだな。あなたが作るの？カズカ、この前取っておいた野草が大丈夫よ。何の音？そこの奥から聞こえるみたいだ。覗いてみよう。ここは？ここで仮面を作っているのか。仮面つけてる連中もなんかこれまでと違うな。おい、シオン。私たちのことはわかる？はい、何でしょう。通じた。ここで何をしているの？あなたたちの目的は何？サプレッサーの量産と管理をしています。目的はもちろん世界平和のためです。サプレッサー、それがその仮面の正しい名称か。精神を抑えつけるための道具。なるほどな。人形か抜け殻のように何もできなくなる。あれを平和だっていうのか。それは初期状態です。本人の精神とサプレッサーの干渉がせめぎ合うのです。じきに両者が調和して穏やかな心に落ち着きます。誰もが同じになります。どういう意味だ？同じにとは？あちらのディクテイターを介して同じ価値観、同じ考えを共有します。穏やかな心で争うことなく。それはつまり皆あれをかぶった者の言うなりになるということか。間違ってる。人の心を無理やり作り変えて、そんなのはまがいものの平和だ。けど、いちいちあのディクテイターってのをかぶって命令しなきゃならないんだろ。なら心配はいりません。私たちは通関を見つけました。通関？あまた存在する下病すべての制御施設です。下病の制御部を見つけたの？どうやって？通関にディクテイター着用者が接続することで離れたサプレッサーにも干渉可能になります。世界が一つになります。違いがなくなります。アルフェン？あなたがアルフェンなのですか？だったらどうだと言うんだ。ナザミルがお待ちです。この施設の最奥部にいます。どうぞ。仮面で人の心を操るだなんて、わからない。な
朝見るはなんでこんなことを。しかも待ってるって、私たちが来るのが分かっていたの。憶測を巡らせるより本人を探して尋ねる方がよかろう。よし、なかなか刺激的な出来栄えだ。洞窟を通ったり建物を通ったり。そう言うな。仮面といや、あれってカルベイセルの連中が一から作ったんじゃないよ。だろうな。他の下病でも見かけたことが。あれもヘルガイム・キルの作品なのは間違いあるまい。様々な方法で我々を操ってきた彼らだ。でもここって蛇の目が根城にしてたんだよね。あいつらはなんで仮面を使わなかったのかな。ナザミルに王と同じ力があるならそれで起動できた。蛇の目に使えなくて幸いだったな。挙句がその仮面で組織ごと乗っ取られちまったってか。それがナザミルが短い期間でカルベーセルを立ち上げられた理由だが、何のためなんだ。平和をもたらすと言いながらまるで逆じゃないか。こんなやり方が平和であるはずがない。そのくらいナザミルだってわかるはずだ。